よし、じゃあ10勝目をかけて後半戦初のマウンドやっていきますか。とりあえずもうできる限り三振取りたいし、三振とあとはあれだよな、セカンド正面か。よし、三振とあとはできるだけイニング長く投げたいっていうのもあるね。うん、その辺がミッションに関係してくるはずなので。よし、3球三振。He's been so successful up to this point. We might have something. He's just rolling right now. And he's got another one. I don't know what it is. I don't know if it's his wind tunes yet to test the running game. The off-speed pitches. ああ、ここで交代か。8回から交代だね。よし。いやー、最終的にはおお、16奪三振、被安打3、これでシーズン10勝目到達だな。よし、順調に来てるな、タカさん。お、監督から呼び出し食らったぞ。どうした？あー、なんか注目を集める期待選手、プロスペクト期待選手としてみんなお前のことについて話してるぞって言ってるね。いや、もうそれはそれはもう頑張って二刀流やってるからね。もうブラック球団で2試合連続連投みたいな時もあったからね。なるほど、まあ、一旦これはここまでか、まあ、これが出たってことは、まあ、昇格への、まあ、一歩って感じかな。次かこの次ぐらいに呼び出し食らえばもしかすると昇格もありえるかもね。よし、じゃあ今回は DH での試合の機会ですね。ちょっとね、ピッチングはいいんだけどバッティングが、うん、若干調子が下降気味なので、ここは頑張りたいですね。よし、とりあえずこの打席は、うん、しっかりセンター前に打てたな。いやいや、あれ高尾さん、あれ高尾さん、今打った瞬間違うとこ見てなかった？センター前に打ったよね。センター前に打ち返していってあれ見てるところがタカさん、タカさん一塁方向見てんじゃん見てる方角違うだろ完全に。インパクトまではちゃんと見てんだけどね、インパクトしてから全然違うとこ見てんじゃん。よし、いいねいいね、これもフォーシームをうまく拾って、ライト線、これは間に合うよな。うん、あ、打点は1位か。2塁ランナーじゃなくて1塁ランナーは回ってこれなかったね。おお、これはまた監督に呼ばれた、ていうか呼び出しの間隔が狭いなさっき呼び出されてからまだ1試合しかしてないんだけどな。みんなメジャーリーグに行けると思っている、お前もおそらく気づいてると思うけどそんな単純な話じゃないんだって言ってきてんのか。一番上が何か間違ってたら教えてください、直しますんでって感じで、二つ目がメジャーに行くにはたくさんの努力が必要だっていうのは分かってますって感じで、で三番目が俺はその誰でもとかっていうのには当てはまんないけどねみたいな感じ。若干調子乗ってる系の発言だなこれ俺は別にその誰でもっていうわけでもないし別にそんな風に思ってないよみたいな感じかな。で最後が、え、戦力外通告ですかみたいな感じかな。あんなに前回、いやお前のことについてみんな話してるぞみたいに言ってて、ささすがにそんな手のひら返しみたいなことないよな一番下はまあちょっとやっぱなんか急に呼び出されたからビビってるって感じなのかな。やっぱこれ気になるよね。俺は別に誰でもに当てはまるわけじゃないけどね。
ああ、それは分かってると。おお、トリプル A、 トリプル A に昇格、マジか。うん、って言ってんのが一番上ですね。マジでトリプル A、 やべえじゃんみたいな。でこれがもうそれを待ってたんだよ監督って感じかな。で一番下が、でも今シーズンはここの WA でシーズンの行方を見ていきたいんだって感じか。まあさすがに一番下選んだから、うん、じゃあお前 WA のままステイなみたい。みたいにはならないと思うけどね。うん、と思うけど、いやもうそう来なくっちゃって感じでいくか。やったぜ、ついにか、来た。まあ、大体3ヶ月ぐらいか、4月に WA でスタートして、まあ、実際5月に試合が始まって、まあ、5月6月で7月の中旬に一旦前半戦終わって、で、オールスターのフューチャーゲーム、あとはマイナーリーグのオールスターに出場して、この監督の呼び出しでのトリプル A 昇格か。よし、やってやるぜ。お、トロフィーゲット。そしてまたこの人出た。間髪入れずにこの人出てくんな。おー、来た、トリプル A。 やっぱり WA と違って、うん、なんか綺麗だね。綺麗だねっていうのもあれだけど、ちなみにローテーションって今、あ、5番手ではあるのか。あー、でもこうやって見るとやっぱりオーバーオールまだまだ低いな。うん、さすがに65ぐらいはないとメジャーにはなんか上がれなさそうだな。うん、まあいいや、とりあえずじゃあちょっと試合をやっていこうかな。あ、なんか人が人の配置が若干変わったな。みんなあれなんだな、そんなにチームメイト同士で話したりはしないんだな。みんな携帯触ってるもん。あ、ちょうどこれ AAA のオールスターが終わったところなのかな。うん、後半戦がこれからスタートするってとこだね。でしばらくはどうなんだろう、これでも WA から上がってきたばっかだからな、先発出場させてくれるんだろうか、それともまずは代打で結果残せって感じなのかな。うん、一応ここで先発はするようだけどね。じゃあとりあえずロードアウトをちょっと野手用に、うん、セットはされてるな。セットはされてんだよね。うん、大丈夫そうですね。よし、じゃあちょっと行くか。じゃあトリプル A 初の試合やっていくか。ついに来たな、トリプル A まで。お、早速守備機会。ワンアウトでランナー一塁なので、これは取ったらゲッツーだな。よし、はい、ファースト、ヘイヘイ、ファーストがお手玉仕上がってるぜ。よし、回ってきたな。もうあれなんだよね、ドジャースのトリプル A って、あの胸のところはドジャースになるんですよね。そうそうそう、確かそうだったな。よし、相手ピッチャーの球種がフォーシーム、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム。球速が、ああ、でも結構フォーシームも速そうだな。うん、この辺から結構メジャーで出場してる選手とかも入ってくるもんね。よし、頑張るぞ。よし、よっしゃ、抜けたぜ。ちょっと詰まってたかもしれないけど、うん、トリプル A 初ヒットって出ないかな。でも出なさそうだな、なんか、あー、特に出ないか。あれ、そういうの出ないっけ、トリプル A って。まあいっか。あ、ちょっと高いのに手出しちゃったけど、お、どうぞどうぞ伸びろ。あー、もう一伸び足りないか。あー、当たり良くないな。あれ、なんかダメだな、当たりが良くない。あれ、おかしいな。お、いいぞいいぞ、いい感じで合わせていけた。
よし、これは2塁いけるな。うん。ヘルメットの取れ方だいぶ不自然に取れなかったか今。トリプル A での初のマウンドか。どうなんだろうな、ダブル A のバッターたちと違って。結構ダブル A では、うん、困ることなかったもんな。あーでもうまいなやっぱり。うわ今のは入っててくれよ。めちゃめちゃストライクゾーンの中じゃん。あ走られたか。おアウト。審判力入ってたな今の。え何それ。今のランナーの動きなんだよ。ちょっと気になりますね。タカさんが振りかぶって。一瞬の伸びなんだよ。お前のそれなんだよ。よし初の三振。あーここは出るのか。ファーストトリプル A ストライクアウト。いやだったらさっきのヒットも出してくれよ。あー取れない。おーショートナイスキャッチ。あー惜しい。いやーショートいいキャッチはいい守備だったけどな。いやこれはめちゃめちゃいい守備だった。ほらよっしゃー。やっぱ追い込んだ時のスプリットはうんいいな。やっぱ三振取りやすいな。お回ってきたな。とりあえず1点取ってくれてんだなチームが。よしここはフォーシームスライダーチェンジアップツーシームか。ただピッチャーの時はバッティングっていうか野手能力いつもより低いからな。ミートもこんなちっちゃくなるし。あーミートできてないな。よしよし。この回は三者三振か。よしボール先行良くないな。よし、うん、うん、取って、間に合わない。ポロリしたか。よし。おお、よく取ったサード。ナイスキャッチ。これは大丈夫か。ああ、落ちるんかい、センター前に。うわこれも落ちるか。いやいやいやレフトもうちょい突っ込めよ。めちゃめちゃ余裕ぶっこいて走ってんじゃん。うわー抜けるか。回ってくる。あー初マウンド初失点。ちくしょー。うわーファーボールか。まずいな満塁か。いやこの試合一番のピンチ迎えてんな。よしお危ねえ。最後もスプリットいくぜ。うわうまく打たれた。おお危ねえ。助かったファーストライナー。ふうなんとか最少失点で抑えたな。よしちょっとここは失点してしまったから自分のバットでなんとかしたいね。あーセカンドゴロか。うわここで交代か。あれってことは何回だ。4回しか投げれてないか。あーまあスタミナもあるしあそこで、うん、ピンチも迎えたからな。あーでも結果的には勝ったのか。よしいいねパーフェクト出た。ナイスバッティング。よし悠々ツーベースだったな。お満塁じゃん。ここは点数得点の場面。ここも強振でいこう。
よっしゃ、いった、やったぜグランドスラム。おお、結構飛んだな。あー、出た出た、ファーストトリプル A ホームラン、トリプル A での初ホームランがグランドスラム。いやー、ナイスバッティング、タカさん。いや、いいところで打ったな、スターの予感させるわ。